人とは違うで差をつけろ。コンビニの雑誌コーナー、弱しい太字で書いてあった。自分らしさってなんだ。子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、まだは好きだと言って。僕が変わってく、守りたいものが変わってゆく。理解されない宝物から、理解されるための建前。もっとなるほど後悔する生き物になる。でもね、それでもね、見えるものがあるんだよ。だから僕は僕らしく、僕は君じゃないし、君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、この愛なんて生まれるというもんさ。だってなんだろう、変えられない大切があるから、終わりゆく生活が悲しい。そういう流行りの無個性で悟ったように一歩引いた匿名希望の傍観者。ちょっと待ってよ星空は、変わらずあの人同じだよ。理解されるとも宝物は、今でも宝物のはずでしょう。変化が怖くて嫌いで変わりなくて、変わらなくて心も光も手に失いそうで、自分でやる意味とか人に夢にした時を見つけたんだろう。でもね、それでもね、見えるものに桑木楽です。一曲目やったのがスーパービーバーってバンドの曲なんですけど、知ってる人いますか？スーパービーバー一人あ、すいません、二人、あと、あ、三、四、四人。この次にやる曲がオリジナルの曲で、で実は今日の朝、歌詞が今日の朝できて、でまだ本当合わせたの今日初めてでみたいな朝だから本当やばいんですけど、温かい目で聞いてください。あ、ね、お願いします。曲名はドルフィンキックです。叶えない想いいつも泣き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 した叶わない世界はいつも
ありがとうございました。